やっぱりこのイントロダクションを聞いただけで沖縄って分かりますよね。沖縄の音階っていうのは本当に独特で哀愁があるのかな。実はあの我が長澤企画の専属タレント T ・アキラことフィンガーファイブのアキラ君が数年前からの自分のライブハウスに行った時にふるさとの沖縄の歌を作詞作曲したんですね。で要望がありまして、ぜひこの CD 化してくんないかな。でこれが急遽出来上がりまして、19日、つまり昨日出来たてのほやほやなんです。これがその CD の表紙です。沖縄のどこはでも綺麗な青空の白い砂、なんかこの写真見るだけで癒される感じで、アキラのこれを聞きながら寒い冬にはぜひこういう沖縄ミュージックを聴くとほのぼのとあったかくなります。ただねちょっと聞いてて、沖縄の方言をあえて使ってるんです。通訳ないとちょっと分かんないですね。でもなんか伝わるんですね。これが音楽の力じゃないでしょうか。もう一曲の方は、今度はこれは普通のいわゆる標準語である歌です。2曲目もなかなか素敵です。皆さんも機会があったらアキラのライブとかあるいはコンサート行った時にぜひこの CD をお買い求めくださいね。最近大変なんですよ。演歌の山と高座ものもやるし、それでアキラはアキラでライブ活動、コンサート活動で頑張ってるし、一番頑張ってないのはすいません私でございますけども、来年は長澤純芸能生活50周年であちこち行ってコンサートやらせていただいたり、ライブハウスやらせていただいたり、あるいは70歳になりますので人生経験を生かした講演をさせていただいたり、きっと皆さんのところにも参ります。ぜひよろしく。ありがとう。